そはジジイだと思うやつでこの前に。今日がね、タケル最後の個室戦。タケルの最後の個室戦。横浜 F マリノス J リーグ優勝おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、横浜 F マリノスさん、記念すべき横浜青葉インターからインしてきますよ。いや、もう横浜を代表するね、インターチェンジですからね。はい、行きます。今年のマリノス強かった。強かった。横浜を代表するクラブとしてね、はい、浜っ子の魂を揺さぶるね印象でしたね。静岡県勢がね、はい、全て J2 に落ちるというね、史上初らしいですよ。そうでしたね、はい、まあでもこれをきっかけにしてね、ちょっとまたこうサッカー王国として再建してね、うん、いただいて、再来年また静岡県勢がね帰ってくることをね、はい、高みの見物で待ってますからってことで、今日は KSL カップ予選リーグ第3節予選最終戦ということでね、はい、我々は予選突破できるんですか？予選突破はできませんそっか、できません。2連敗したのか。2連敗しましたまあなかなかね、厳しい戦いを強いられてますよ。そうですね、やっぱその負の連鎖をね、うん、今日止めないといけないと。そうですね。相手がどこでしたっけ？相手が今日はですね、アベントゥーラ川口さん。あ、強い。あ、強いですね、はい、強いですね、はい、あの関東リーグに弱いチームはね、ありません、はい、ありませんですね、はい、今日は勝ってもね、予選突破ならないんですけど、はい、横浜タケルの長い長いトンネルをね。そうですね、暗い長いトンネルをね、避けないといけないですからね。そう、止まらないんですよね。いや、止まらない、やめられないんですけど、ブレーキいっぱい握ったんですけどね。ああ、ゆずですか。全員だけ止まってカッてなるのはね避けたいですよね。一回転するやつですね。はい、あと車道から歩道に行く時のあの段差で、段差ね、タイヤ持って帰って転ぶやつですね。あれで何回こけたことかねもう膝小僧がね、すりめけすぎちゃっても大人になっちゃった膝大人ですよ、もう膝大人。今日出るんですか？今日は出るかもしれません。あ、出るかもしれない。これ結構ガチですか？あ、ガチなんだ、はい、もし出た場合は怪我して復帰後初の公式戦、はい、あ、そうじゃん。いつぶり？本当に1月とか9月ぐらい以来の公式戦になるということで、半年ぶりぐらいですかね。体感半年です実質数ヶ月と、はい、言ったところなんですけど、はい、こんだけ言っといてベンチだったら面白いですねやっぱ当日の毛並みを見ていただいてね。毛並み、はい、私あの勝てるかどうか競馬やないかいしっかりチェックしていただいてね頑張りたいと思います。はい、ということで茨城伸びるんでいきます。ベンチャー出れば朝飯紹介、照り焼きチキン卵コッペということでね。うわー、美味しそう。はい、マヨネーズの暴力をね食べていこうじゃないかということで。暴力ですねこのコッペパンにね、やっぱ挟みがいって、その安直な考えですねその安直な考えが美味しさを生むんですね今日もいい天気だ。本当にね、渋谷が輝いてるよ。輝いてる、マジで。なんかあれでしょ、ハロウィン終わった後すっげえやっぱ汚いでしょ。なんかそうみたいだね、うん、あれ良くないね。なんかドンキホーテのトイレにコスプレのゴミがすげえ散乱してるみたいな。見た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 、ツイッターで見たよ。やつもあるし。コスプレするなら何のコスプレしますか？俺はやっぱ進撃の巨人かな。貴公子。貴公子。ちょっとこういう感じでいこうかなでもサングラスしてるでしょ。サングラスしてるそれはもうジャイなのよ。これもアイデンティティだから俺。お、ボス。はい、3週連続の森ビルということでね。まあ森ビル出てきましたね。森ビルのやり方はね、先週もカットしたよね。今週もカットしますからね。いやいや、ちょっとカットしない、カットしないでくださいコメント入ってたからあのね、あの森ビルのやり方はね、何これチャンネルだ。はい、矢田部でアウしまーす。あーうーやっぱちょっと恥ずかしいもう3週目だから慣れてよ。なんだろうなむしろもう3年ぐらいやってるから。なんかさ、いいんはさ恥ずかしくないんだよ全然。アウだけはね、うん、ちょっと恥ずかしい会場到着しました。はい、到着しました。もう3週連続なんでね、何回来てもいいグラウンドっすねそうだね、2連覇したチームには思えないぐらいのリラックスね。みんな日向ぼっこしに来たんか、茨城に。散るってるね、お前ら戦えよ最後しっかり勝ちで終われるようにしっかり準備していきましょう。はい、アップ開始です。アップ開始します。今日はベンチスタート。あ、そう、ベンチスタート。後半は？後半出ます。あ、後半から行く。はい、おー、今日がね、タケル最後の公式戦。え、タケルで最後の公式戦。引退すんの？いや、今シーズン。あ、そういうことね、うん、今シーズン横浜タケルのラストマッチということで。そう、公式戦ラストマッチって。若さんが横浜タケルラスト試合かと思った。いやいや、愚問ですアップします。はい、アップです。
チーズバーグディッシュ。早い早い今わかチーズバーグディッシュ。今日は桃尻龍ちゃんいないね。いないね。今日はあのコバリュウがいる。コバリュウ紹介してなかったですね。紹介してなかった。あのキーパーは誰なんだってなさ、うん、リュウです。何歳だっけ。フレッシュ。フレッシュ。食い気味にフレッシュ。食い気味なフレッシュ。10代は食い気味にフレッシュ。ブラボン。Oh yeah. すごいね。確認できたね。大丈夫。分かんない人いる？大丈夫です。この中に分かってないやついる？いねえよな。行こう。分かんないって言えなくなっちゃったよ。勝って終わりましょう。いいかな？いい。勝つしかねえよ。勝って踊ろうぜ。帰ろう。勝って帰ろう。いきますよ。いきますよ。レッツゴー。甘いな。あ、若いわ。青い青い。やっぱ、うん、エドモンド青いよお前。緊張しちゃうんだよ。じゃあジジイだという自覚があるやつ前出てこい。我こそはジジイだと思うやつ出てこい前に。ああ。踊りましょう。ゴーヨーサーレッツ。デルモニー。デルモニー。いいね。いい。やっぱ若手追い込まないといけないわ。追い込んでんだ。追い込まないとやっぱ生まれるわ。内野でも少し待ってこい。オッケー。はい、ゴー。帰ってきたぜ。ノーファン、ノーファン。ノーニア、ノーニア、ノーファン。ピラー投げろ、投げろ。プレーオフ、プレーオフ。オッケー、オッケー。プレーオフ。プレーオフ。プレーオフ。おお、ピケ。よっしゃ。
ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。3対2勝利。いやー、日立ビール以来ですか、うん、もう実質半年ですよね。そうです。いやー、長かった、暗い長いトンネルだったけど今シーズン横浜たけるラストの公式戦、いやー結局勝って終わりゃいいのよ終わりよければもう全てよしなのよでもあれエグかったな、相手のシュート。いや本当にすごかったこれね、マジで言いたいんだけど、うん、の相手が打った音聞こえたんだけど、うん、まずブラインドで全く見えなかったの、うん、でその次の瞬間にカーンってなったのよ、うん、俺後ろ向いたのよ、パッて、うん、入った持ってあげよう。あれすごかったわ、あれはいやこれで予選突破ですか。予選はね、堂々敗退です、しかもビリですということで、これからですね、シェンブシチャンネルお、待ってました。はい、一本満足バーをおしゃれな高校生たちからいただきました。おしゃれ高校生からね、やっぱこの黒と白っていうのがまたいいですね。はい、そしてこちらスパイファミリーのスパイシーカレーあられ。ほんと癒されてる今、ほんとチェーンソーマンとスパイファミリーにね、うん、もう俺は持ってかれて心が。俺はもうヒロアカとアーニャですから。ああもうね、アーニャが可愛いんだ語ったらこれ2時間になっちゃうよ。そうだね、やめとこう、うん、やめとこう。汗かきエステ気分プレミアアソートボックス、なんかでかくない、はい、こちらはですね、あの、うん、オジーズにということで、こちら3箱いただきましてオジーズで分配しました。分配、はい、こちらですね、白のクレイハンドソープ。おおめっちゃいい匂いするやつ、はい、こちらオイニーの方ですね、ホワイトリリーということで、オイニーで言うことでちょっとなんかホワイトリリーのね、クレイハンドソープということでね、これはもうね、たまらんすね、たまらんすよこれ、はい、もう白はね、匂いがええ価値格、価値格なんですわ。はい、伸びるんで食べましょう。うめえじゃねえぞ。オッケー、はい、ということでね、こちら支援物資紹介させていただきました。そしてここから我々の本番ですね、勝ちのグルメチャンネル。あー久しぶり。勝った後の飯は一番うめえんだ。うわ、食べに行こうね。うん、食べに行こう伸びるんで食べに行こう。うめえじゃねえわ。麺屋秘書で、こちらが濃厚鶏白湯の醤油でございます、と塩チャーシュー丼でございます。隠れミッキーですね。目の前にはキャナイです。フレッシュ。キャナイ何？限定ラーメン。限定ラーメンタケルの未来コニーが醤油の中やつです濃厚鶏白湯、塩味の、鶏チャーシューでございます。輝いてますね鶏白湯タン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 いや美味しかったですね。いやー、腹パン腹パン、素晴らしいあのラーメン屋さんでしたね。美味しかった鶏白湯、鶏白湯ですね、うん、麺屋秘書さん、うん、素晴らしいあのお店でした。ぜひあの行ってみてください。はい、ということで年内最後の公式戦勝利で終わったということで、苦しいシーズンをね、あの過ごしてきましたが、そうですね、最後はね、勝利ということで、うん、いい終わりだったんじゃないかと思います。そうですね、はい、はい、なのであの来週からまた、うん、あの TRM がね、はい、あの一応オフに入るまで続きますので、うん、ぜひそちらもご覧ください。ということでチャンネル登録高評価コメントぜひよろしくお願いします。ではどうしましょう。じゃあということで、ここでジャイアントから、緊急でお知らせがございます。緊急、まあ、そんな緊急でもないんだけど12月10日にですね、はい、リールズジャパンオールスター2022が味の素スタジアムで開催されます。いやー待ってました。あの去年、うん、あの日産でやったあのイベントがさらに大きくなって、うん、はい、なんと今回味の素スタジアムで開催されると。でしかも今回ですね、キックオフがなんと14時と、ああお昼、はい、いうことで、あの前回ね、うん、結構寒かったので、ね、寒かったね、あの声がね、あの観客のね皆さんからもそうですし、はい、あの我々ね、うん、あのプレイヤー側からもかなり、はい、あのクレームが出たということで、あの今回お昼に設定されてますから、ぜひね、あのこちら来ていただけたらというふうに思います、はい、チケットの方はですね、概要欄の方にリンク貼ってありますので、うん、はい、ぜひそちらからお早めにお買い求めください、はい、質問等は、はい、こちらの事務所の、事務所なんていうの、事務局の、うん、はい、方にお願いします、はい、はい、ね、我々にはあの個人的にはしないでください、はい、あくまであの管理されてるのは事務局の方なので、はい、あそのあたりはね、あの大人の対応をね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、皆さんにね、味の素スタジアムで、お会いできるのを楽しみにしています、はい、ジャイアントとマッスーの勇姿をね、うん、ぜひ会場で生で見に来てください。お願いします。よろしくお願いします。じゃあここから渋滞の中帰りましょう。はい、ここから渋滞2時間ということで、はい、頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。